大友康平さん漫才を作りました。聞いてください。こんにちは。こんにちは。元旦です。はい、年が明けましたね。もうね、2018年にこの動画を2月に撮影しています。いいね、そんな裏情報は言わんでも。元旦に撮ったんや。大友康平さん、お誕生日おめでとうございます。これこれこれ、フォルティッシモ。金がすべてさ。下手くせえの。そんなゲス言うたちゃうね。愛や。しまった。あんた見よったすぐついそうなった。お前、俺は金の亡者か。あんた日本一の貧乏神。何のこっちも。大友さんの話をお願いします。大友さんは元お笑い芸人です。うん、マジ？知らなかった。ほんまそれ。大学時代にコント爆弾で。活躍。それ大学のお笑いサークルやんか。あんたびっくりしたわ。そしてホットドッグを構成しました。結成や。大友さんはタイガースファンです。いや、ようかけた。ハウンドドッグや。タイガース？嘘、ジャイアンツ仲間じゃ。え、イエーイ。いや、いえ、ちゃう。ジャイアンツって聞いてたで、わし。大友さんジュリーに感動したって言うよ。歌手のタイガースやんか。もうびっくりしたわ、もう阪神や思って。楽天会員ナンバー1番です、うん、もう知らないよ、そんな買い物情報はええねん。そんな、もっとすごい情報。楽天イーグルスのことです、うん、あ、すいません。あ、すいません。また思い込みしてしまった。もうすいません。この子が思い込みが激しくてすいません。すいません、ほんま申し訳ないです。今でも自分がプレスリーだと思ってるんです。お、プレスリー。ゆえなしばだハウンドドッグ。大友康平さん。スルーかい。なんか言いたいですか。私と漫才してください、うん、いや、怒られる。もうよ。ありがとうございました。